夜食、主催者のドクターリュウエンだ。君たちに今宵のゲームのルールを説明しよう。6人のプレイヤーは人狼陣営、人間陣営、狐の3つの陣営に振り分けられる。人狼陣営の勝利条件は狐および人間の全滅。人間陣営の勝利条件は狐および人狼の全滅、もしくは狐のいない状態でのタイムアップ。狐の勝利条件はゲーム終了時まで生き残ることだ。さらにプレイヤーには様々な役職が振り分けられるが、その特性はオリジナルのルールにのっとったものとなっている。諸君ならすぐに理解できるだろう。さてゲームの参加者も紹介しておこう。リアクションデブ、バイザウェイ、スウェイゲーのドリンクバー、本庁次郎、唯一の両親、夏、静かなる S、後ろ、ゴリラ、ゴリラ、そして私の精巧なる分身、龍炎。今宵もどのような騙し合いと殺戮が繰り広げられるのか。諸君も私と共に現物と行こうではないか。よかった。あ、白か。よいしょ。緊張感は半端なかったよ、ね。いや、ただなんか、初心を思い出す。ないんだよ。え？こっち来んなよ、お前。なんだよ、お前。おらおらおら。俺さっきの試合で個人的に龍炎に狙われてチャット打ってたの。お互い死んだことが何度もある。嬉しかった。いやー、まあ、深追いしようかなと思ったんだけど、なんかカルチンありそうだったからやめた。夏はもう、まあ、町の天才やからマジで強いから、ね、どうせ待ってたんでしょ。いや、完全に生きてチャット打とうとしてた。あ、ほんまに。うわ、では今回の役職は霊媒師。霊媒師です。なるほど、なるほど。ちなみにここにいます。そうやな。あ、俺が霊媒だ。俺が霊媒だ。え、ちょっと待って、俺なんだ、役職見てない。霊媒確認しとくよ。いいよ、確認しな。俺ここで見張っといてやるから。オーケー。え、ナツ死んだもん。死んだよ。死んだ。リュウエンが殺してた。で、霊媒俺。なるほど。それを信じろと。それを信じろ。あ、ナツ、ナツ霊媒したらね、人間だったから強人だわ。何の能力も持たないし。強人、強人。市民とか占いの可能性あるんじゃん。何が？市民とか占いの。そう。それあるよね。だから、あ、まあ、あの、リュウエンが敵側で、それは全然あり得るよねって。あ、あと何、ポンちゃん何だって。それはおかしい。何の能力も持たない市民です。うん、俺も市民なんだよね。おっと。じゃあまあ俺基本的に非武装でまあフラフラしとこうじゃん。ほんとは狐かな。あれ、バイザーどっか行ったな。下も行った。あ、下に行ったよ俺。うん。バイザーエイは占い。おう、いいね。マガラは、あ、バイザーエイ下にいたね。今チラッと見えた。あ、マジで、まだまだあ、ゴリラない、黄色にいるの。あ、俺、ね、あ、そうそうそう。じゃあお前そこにいんな、じゃあいいよ。言わない系でそのとこ行こう。言わない系か。言わない系って言われたから言わない系にしとくわ。じゃあ言ってよ。あ、ね、まだそっち来んの？いいけど。俺ゴリラとはなんか殺し合わない。やっほー。まあ、とにかく霊媒じゃねえわ。占い師は狐をやろうや。狐。本庁が狐だって？どうなんだろう。それから俺目線で言ったらもうゴリラかマダラなんだ。うん。マダラなんだ。市民かぶり。その3人が市民。だから龍炎以外の。あ、なんなら俺、占ってもらってもいいで。それで俺も別に占ってくれてもいいよ。全然構わないけど。もちろん、占ってもいいけど。わかるはずやから。なるほど。まあまあまあ、そうやな。俺はそれでも全然。何その自信。自信あるから。じゃあ、まあ、任すわ。あ？じゃあ、まだらやるよ、そんなに言うなら。見とくわ。消えないか。あー、消えてないね。消えてない。人間だ。人間か。じゃあ、狂人？ん？狂人か、なんだ？狂人か、市民でしょ。でも、俺、市民なんだよね。あ、市民。はぁ、あ。うん。俺は、でも、明らかに市民で証明できる方法がねえからなぁ。でも、ゴリラはまだ狐の可能性があるから。龍炎なんだったんだっけ？霊媒。って言ってる。ナッツと最初に対抗が出て、ナッツを殺して、なんなん俺、だから、今一番信用できるから。うわ、全然わからなくなってきた。そうだな、マダラーが教授の可能性もあるといえばあるけどな。しゃあないもん、ゴリラ人狼か、これ。
いや、ゴリラはやっていいと思うんだけど。ゴリラはキツネの可能性が 1% でもあるからやっていいと思う。市民、市民。やるべきだと思う。ではない。ちょっと待って、なんか龍炎近づいてきた。はい、いいよ、行かない、行かない。なんか龍炎、大丈夫。うわー、後ろに見える。誰だ、誰、ゴリラか。役職今ダブってんのが誰だ？あれ、なんか撃たれてるぞ、弓。誰だ、あれ。え、誰？誰？なんかあの、はい、そう、マダラのその真ん中からその赤い方に向かってなんかチラッと今弓矢を撃たれたように。マダラの俺のか。いや、マダラがいるところが、だから真ん中から赤い方に向かってなんか弓矢。あ、刺さってる刺さってる。え、でも。お前じゃね？いや、でもね、狙うやつがいないんだよ。狙うやつがいないんだよ。マジ？狙うやつが誰もいないから何だったんだろう、今の弓矢は。誤射怖い。真ん中から撃って、もしかして。あ、バイガー撃って。うわ、ちょっと待って、俺はその近くに待って待って待って、透明化がいたら怖いから、待って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 、なぜ撃った、なぜ撃った、さっき龍炎も前にいたからそれがわかんない、なぜ撃った、もしかしてなんか龍炎撃ってきてる、龍炎撃ってきてる、龍炎撃ってきてる、俺龍炎撃ってきてる、俺龍炎撃たれてる、お前撃ってきたじゃん、なんならお前目の前に来ない、来たよ、いや撃つなよ、それはダメだよ。バイいるよ、あれバイいるいる、ちょっと警戒心なんだけど、バイ何役職、占い師だって言ってないんだ、そっかそっか、なんでここめっちゃ指刺さってんの、あえて自分で、さっき俺がそこにいた時になんか誰か透明化来た時のためにダメ元で弓を足元に、なるほどなるほど、透明化もあるんか、まだ透明化もあるんすよな、あごめんバイ上がってこないで、俺赤い方に行くから、分かった分かった、赤って青でしょ、正反対じゃねえかそれ、どう見ても青だったんだけど硬直してるな、んだな、いや市民3人、おっ、撃たれた、え、あ、ごめん、いた、ごめん、いる、青に、青じゃねえわ、緑にいるよ、悪い悪い、あ、でも、透明化使われそうだけど、ポンチョは、市民、いる、いる、あ、いる、いる、どこに、あ、でも、ポンチョも市民なのか、怪しいな、ちょっと待って、わかんねえ、真ん中らへん、真ん中らへん、あ、バイいるし、ゴリラが、ごめん、ごめん、ちょっと待って、上がれねえよ、もう、バイ、あの今白いとこいないから行ってこれば、白どこいないから、お前が今行こうとしてる方でいい、オッケー、マダラがあそこにいるからな、あー、誰誰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 誰、ポンチョと鉢合っただけだ、いや市民組は早くちょっと潰し合わないと俺らスリーしようがないんだけど、あ、ポンチョ下にいるぞ、マダラの下、マジ、アブソリュートゼロデュオ、懐かしいな、デュオあれゴリラどっか行ったないよ、ゴリラ下にいるな、ゴリラ駆け尾の下にいる、待って、こんな残ってると喫煙の可能性高いぞ、お前リュウエン撃ってる、リュウエン撃った、間引きしよう、間引きしよう、これは間引きするしか、間引きいいぞ、いいぞ、リュウエン、いいぞ、リュウエン、いいよ、もう俺疑われてるからもうやるよ、お前人狼名乗れ、このタイミングで誰か人狼名乗れ、もう名乗じゃあ正直に言おうか、全部俺本当はマダーじゃなくて龍炎占って人狼って出てた。オッケー。ナイスナイスナイス。龍炎です。いやだとりあえずあの人狼に近づいたやつは多分狐だわ。人狼でーす。だから俺は今のうち好き勝手殺せばいい。狐が怖いんだよだから。そう狐が。だからみんな龍炎が逃げる。あと10秒しかないから10秒しかないから。やばいやばいやばい。もうどうすんだよ。そこんどこ行った。ごっつぁんでーす。ああか。あお前か。やっぱクソポンでしょ？クソポンチョかよ。さんは一体どなたですかね？はーい。動けや。お前だったんだ。いや、最後にバイテン殺したから。あ、お前殺したから確かに。俺無理だよ、動けないよ、あんなの。いや透明化でゴリラ殺しに行ったんだけどその失敗したからもうこれダメだと思って行った、透明化でもプーマジでちょっかーやればよかったな一回見た時に、いやだから俺の人道を名乗ってほしいはほんと切実だったいやいやでも俺さあんだけやったら分かったかなと思ったんだけど分かんない、いやあのキツネの疑いがだいぶ強かった俺の中では、そう、まあ、いろんな木に登れる、まず把握しないとなこのステージの作りを、上に行けるっていう隠れやすいんだよな、隠れやすいところ見つかっちゃってやらあれだからさ、だいぶ入り込んでるな、あはない、全部隠れやすい、どこだよみたいなとこやられたらまずい、だいたい隠れやすい、上ばっかりいたら下の方がいいし、ある意味逃げやすそうでもあるけど、まあね、あ、OP 切ってねえや、
うん、来て。来て来て。わ、猫、猫が木に登ってやがる。イェーイ。高いとこ大好き。でも降りられない。かわいい。さて、アンチが待って、作った本人も分かってないって。占いでーす。アンチ？アンチ？占い。俺も占いでーす。占い。二人来たね。俺は霊媒。珍しいパターンだそう。ポンチは人間でーす。占い師。早えな。早えな。じゃあ。え？いや、狂人か。早えな。いや、でも、ポンチは何？占ったら。ああ。バイザーウェイ人間でーす。まあまあ、市民だけど。びっくりした。なぜ俺を占った急に。なぜ？てっきりお互いをやり合う流れだろうな。いや、もうあいつ狂人じゃんって思ってる。相手。ん？落ちた。ここで今日あいつ占ったら、その、いたちごっこになるなーって思って。ああ。とっさに、まあまあ、とっさにビーザウェイ。あ、ごめん。ビーザウェイやっても割と、あれだけど。いたちごっこだけど。バイザウェイ役職なんだって？市民。なんだ。お前その感じはどうせあれだな、俺も市民とか言い出す流れだな、さては。そうだよ。ありがちだ、ね。まあ、そうなんだけど、いやこれであれじゃん、人狼だったりするとさ、まあ、狐がいてめんどくせえなーと思って、ちょっとまだ。おう。とか、でもなとか言って、お前が狐で、お前、先延ばしとかだったら、やぞ。ああ、それはないわ。お前、パンパンやぞ、お前。パン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 下ネタすげえよ。下ネタだった。俺、そういう下ネタマジしないから。やめろよ、そういうの。俺の下ネタは、俺の下ネタはうんこちんちんレベルだ。やめんだよ。いや、でもパンパンもそんな変わんないと思うけど。変わるよ、お前。パンパンはちょっと えぐいだろ。えぐいな。あ、誰か私を撃ってきた。私を撃っている。バイザウェイじゃない。撃たれた。バイザウェイ違うよ。ナッツンじゃないなんか、ナッツンじゃないのか、お前それ。ナッツンがめっちゃなんかわちゃわちゃ動き回ってるように見えた。まだら見えるだろ、俺ここだ。俺ここただ誰も見えてないから、撃てはしないよ。あー、なるほどね。ポンチョいないもん、ここら辺に。ポンチョどこにいるの？どの辺？わかんない。どっち側？調子悪いな、ここ。わかんない、どっち？なんで近づいてきてんの？いや、ちょっとね、バイザウェイ信用してるから。怖いな。俺はお前いまいち信用できる。わぁ、龍炎だ。俺占い師だから間違いなくて。占い師で、よいしょ。あと全市民。夏なんだっけ市民。霊媒師。あ、いいね。えあれ霊媒師。ダブってる。誰かいるの？それだよ。俺。俺序盤に言ったけど。覚えてないか。覚えて覚えて。バイザイがどっか行った。ここにいるよ。どこ行ったお前ほら、いる。やったいるいる。じゃああいつなんだ、いいんだよな、お前占い師ってこといいんだよな。いいよ。じゃあ夏の人狼か、しか見てないから。じゃあ喫煙先探さないといけないな。怖いな、お前が人狼だった時が。ゴリラが後ろにいたわ、ビビったわ、ちょっと。おぉ、待って、龍炎お前なんだ。待って、この位置関係俺つらい。動くな、貴様包囲されている。あかん、撃たれるよこれ。撃たねえ。逃げる。貴様包囲されている。あ、ゴリラだ。そう、ゴリラなんだ。いや。市民だよ。ゴリラ市民だよね。怪しくない、うん、大丈夫？何が？いやいやいや。ブクブク。ブクブク。市民、狂人？マダラって誰占ったんだっけ？夏のじゃなくて。ポンチョでしょ。ポンチョ占って人間って出たけど、対抗が出てて、で、ポンチョは、これがバイザウェイか。なんか落とした、指の落とした。何？え？マジ、やばい。誰も撃ってない。怖い。あれ？ウィー。ちょっと、龍炎怖いんだけど、俺。やだ。いや、俺霊媒だから大丈夫。霊媒、え、ゴリラ何？俺はお前信用してる。俺市民でお前と対抗出てるじゃん。本当に？マジで？だからちょっと怖いんだよね。お前が怖いんだよ、俺の中ではマジで。じゃあ俺、龍炎信用しようか。俺はもうやるべきかなぁ、もう。いいよ、じゃあもうこれ。動かない。戦況が動かなすぎるとなぁ。狐がまた勝つぞ、これ、お前。ガッタネーガッタネーっていう、お前が狐なんやろ、ちゃうんか。やるぞ、お前。やらないと。ああ、やんないの。やれ。やんないの。やれ。いいぞ。で、まだナツもいるからな。あ、でもナツだから、動きたくないんだよ。だから、本当は、お前が人狼だったらっていうことを考えたら。ああ。
ってことはだから、キツネの一人勝ちがまた起こったら嫌じゃん。ポンチョいるのまだ。でもポンチョはキツネじゃないから、絶対に。ああ、そっか。まあ、ナッツ、そうやな。ナッツかな。死んでんのあいつは。でもナッツ霊媒つってたんじゃない？あ、対抗でどうだったのあれ。まあまあ、俺も霊媒だけど。ああ、じゃあ俺、でもポンチョやってもな。あれ龍炎来てからナッツと喋ってたっけ？いや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 、さっき来てたよ、普通に。俺見たもん。もうどうする？ゴリラやる？来てんじゃない？どうしよっかな。俺やるしかないんじゃないか。俺らで？マジで？やんの。マジで？これやらざるを得んでしょ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。お、やれやれやれ。あ、やべ、ナッツ来た、ナッツ来た。気をつけろ。どこ。いいの？ナッツ来てる、ナッツ来てる。待って、じゃあ待って、一回ナッツ、お前一回ナッツだろ。ナッツどっか行った、そっち行ったぞ。近い近い。あ、なんかナッツいる。え、な、ナッツ何がしたいの、お前。いや、時間ないからなんか動こうかなと思って。動いてるだけか。怖いな、もう。近づいてきてる、近づいてる。いや、でも遠目から来るかもしれないから、ちょっと動こう、動こう。よしよ。待って待って待って、これ危ねえな、お前。撃ってきた、ゴリラ撃ってきた、撃ってきたよなぁ。いや、お前ら撃ってるよ。あ、撃ってきてる、撃ってきてる。うわぁ、やばいやばいやばい。うわぁ、危ない。撃ってきた、気をつけろ。あ、いや誰が向いてるだ。えっ、リュウエン。あ、挟まった。あー、危ねえ、どうなったの。い、残ってん誰。ナッツはいる。ナッツがめっちゃ撃ってくるよ。マジでどこ。いや、イエーイ。お前よくやったな。よっていうか、マジか、久々。マジか。やったバイザーね、ギリギリだな。うわー、ならが池に潜ってくれたから、もうそこで悔しい。そこでやられるか。あ、じゃあマダラやっとき勝ちだったか。よくやったバイザーね。前狂人かよ。マジで狂人です。狂人でしょ。え、龍炎なんだったの。キツネでした。あれ、じゃあ今回レバーいない、ね、市民少なかった。マジかよ、なんだよ。ダメじゃねえか。いや、ナスの霊媒だと思ってた。だから殺さなかったんだけどさ、まだのこと。ああ、もしよかったら。